子供の話にツッコミを入れてますかはい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターおカチです。親も子も楽になる緩める子育て、始めていきたいと思います。今日は、別に、普通、忘れた、子供と会話が続かない、子供が話してくれる会話のコツ20というところでね、えー、紹介していきたいと思います。どうでしょうかお子さん。 学校であったこととか幼稚園で遊んだこととか話してくれますか、まあ、幼稚園やったら話してくれる、まあ、1年生2年生3年生ぐらいまではえ今日はスイミングでパタパタやったとかね今日図工でなんかこのあの牛乳パックでロボット作ったみたいな感じでね、えー、学校であったやったこととか楽しかったことを、まあ、親に話してくれると思うんですけども、まあ、4年生になってみ5年生になってみもう中学生とかどうですか ねおかえり、学校どうだった楽しいことあったと聞いても別に給食美味しかったの普通え何が出たの忘れたどんなこと勉強したん忘れた、まあ、これがお決まりの会話ということで完全になんだろうすれ違ってるというか空回ってるというかどうですかそんなことありませんでそのまま子供はランドセルを置いて近くの公園に遊びに行ってしまいます行ってきますって言ってね まあね、友達と仲良くやっててそれなりに楽しく過ごしてるんやったらまあええー、かと思いながらもねなんか嫌なことが起きたら不機嫌な態度を取ったりムスッとしたりして、ね、涙を溜めて黙り込んだりするそんな息子のことが気になってしまうとそのような相談もありますこんな時あなたならどうしますか はいでねまあ、別に、ね、子供は子供の世界で自由に遊んでもらってたらいいんですけれどもやっぱり子供だけでは解決できないかあの問題が起きたりトラ,ブルがに、ね、トラブルに巻き込まれたりすることもあると思います特に中学校になるとね、えー、そういう飛行の道に走ってしまう子もいるのでそういう問題とかトラブルが起きた時に気軽に相談できる関係性を、まあ、小学校のうちに作っておくことってすごく大事なんじゃないかなって思いますで、まあ、具体的にどううしたらいいいのかっていうことでね、まあちょっと ちょっとした日常会話、子供といる時間にちょっとした工夫をすることで、子供はね、ちょっとこう心を開いてくれて、そして自分があったこと、楽しかったこと、もしくはつらかったこととかを話してくれるようになるということでね、えー、今日はミスターオカチ、僕ミスターオカチなんですけど、僕がね、実際放課後スクールの中、あ、僕放課後スクールやってるんですよ。 でダンス教室とかバスケ教室とかみんなで映画を作ろうみたいなことりや,やってたりするんですけどその中でねどうやって子供の心を開いて子供に夢中にさせるのかこれはねちょっとした工夫なんですねちょっとしたコツなんですよ なかなか人見知りでクラスに入れないって子もいるし、は、ま、じ、あ、めましてっていうところじゃないですか。ほとんどの子はもう僕のこと知らんから、はじめましてっていうところからね、バスケを好きになってもらって、ダンスを好きになってもらって、このクラスに来たいおかっちに会いたいと思わせる、これがね、とても大事なことなんですよ。で、ね、まあ、この10年間も子供と毎日毎日向き合ってきて、僕が日常のね会話の中で、これ、いや、ええー、でーっていうね、あのコツというか、メソッドというか、技があるんです。それを今日はね、20個 おー20個やな紹介していいいきたいと思いますでこれね全部やらなあかんとかはないんでなんか一つでもねあこれやってみようかなってなんかそういうものがね一つでも見つかればええなーと思いますのでお気軽に聞いてくださいということです。 でえー、この番組では子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介していますチャンネル登録よろしくね公式 LINE もやってるから概要欄からチェックしてみてください動画プレゼントしますはいということでねもう早速紹介していきましょうか子供が話してくれる会話のコツもう自分から話したくなるようなね、えー、ママママってパパ聞いてって言ってくれるようなね会話のコツ20個ですまず一つ目 スマホを置く、うん、これね、スマホ。スマホを持ちながら話を聞くで。ではなく、スマホを触りながら、ポチポチしながら話を聞く。ではなくて、スマホを置くんですよ。画面をもう、あの地面じゃないわ、見えないようにパッて置くんですよ。で手には何を持ってない状態にする。うん、そこが基本です。 そうすると、あなたの話に100%集中してますよ、あなたの話に興味がありますよっていうメッセージが伝わるわけじゃないですか。そういうスマホポチポチやっててみ、お母さん、僕の話なんか興味ないんや、どうでもええんやって思ってしまうじゃないですか。これ分かっていても難しいんですね。でも親友との会話の中ではあんましないんじゃないですかどうですか親友が、えー、なんか楽しいことがあってんって話してるときって、スマホポチポチしながら話聞きます <laughs> あんまり聞かないですよねあんまり聞かないのでだから友達と会話をするときにどうするのかっていう発想でね子供の話を聞いたらいいんじゃないかと思いますただ忙しくて話が聞けないこともあるじゃないですかそれはちゃんと言ったらいいんですよあ、まあマまマちょっと今何々をしているから、えー、これを作った後でもいいとか 話、えー、に言うとか、もしくは、えっと、ママ、今ちょっとこのスマホで用事があるから、スマホをしながら話を聞いてもいいかなとか、今、これママ、にんじんをね、こうあ,のあ会えてるから、にんじんをあえながら話を聞いてもいいかなって、一言前置きをしたらええと思うんですよ。 友達にもそうじゃないですか。ねえー、今、これ僕、作業してて、友達が相談あるねんって言ったら、あ、ごめん、この作業しながらでもいいやったら話聞けるよっていうふうに言うわけでしょ。まあ、そんな感じで、えー、とにかく、あのー、作業しながら仕方なく話を聞かなければいけない場合は、そのように前置きするということ。で、大原則スマホを置く。やってることをやめるということ。で、体もそちらに向ける。体を子供に向けるということ。ね、できれば目線も合わせる。 ね、ここまでできたらいいんじゃないかなと思います。僕はこれかなり意識してます。まあ、でもね、さっき言った通り、僕もあのクラスの準備とかしなあかんし、ねえー、靴ひも結んでーってって、靴ひも結んでる最中に、えおかちおかち聞いてーとかね、<laughs> 同時に10個, 10, 10, 10個ぐらい言われることもあるんですよ、ね。もう小学1年生が10人集まっててみ、いろんなことが起こるから。 でそれを1人に対してずっとこ相手してたら、よ残りの9にほったらかしじゃないですか。そうなると、いろんなことが起こるからね。ね喧嘩をしだしたり、なんかこう、あのー、おかちの大事な,なんだろうマ,イマイクを持ってね、マイクを持って、あああとか言ったりね、<laughs> そういうことがあるわけでしょ。なので、まあ、基本的に、あのー、全員を相手にするのは難しいんだけども、何々しながら、作業しながら話を聞かないといけないときは、そういうふうに、な今、靴にも結んでるから、靴にも結びながらでもいいかなとか。 そういうふうに前置きをするようにしてます。その1、スマホを置く。やってることをやめるってことですね。作業をやめて話を聞く。ねもうこれだけでも結構ええんじゃないかなと思います。これね、結構難しいですよね。なぜなら忙しいから。忙しいから難しいと思います。でもこれをね、1時間やれって言ってるんじゃないですよ。5分でもいい。10分でもいい。ね。えー、あじゃあ今から10分時間があるから10分間話聞くねとか、ね。まるの話しようかとかね。 そういうふうに、ちゃんと時間を最初に区切ってやるっていうのも一つのアイディアですね。はい。その2、挨拶、プラス一言。うん。挨拶はもちろん大事ですね。挨拶はその会話のきっかけになるんで。で朝起きて挨拶しなかったら、行くときに行ってきますとか、えー、ただいまとかいうのがなかったら、もう会話の取っかかりがないわけじゃないですか。なので、基本的に挨拶はする。ね。おはようとか、お疲れとかね。 すいませんありがとうとか、ね、ちょっとナッツがナッツが喉に挟まって大変 YouTube の前とかボラジオの前はねナッツ食べたらあかんの分かってるんですよ分かってるけど食べちゃうんですよこれ治らない3年ぐらい治らないすいませんでこの話してるときにナッツが詰まるんですよちょっと水で流しますねちょっと水ねはい挨拶プラス一言ねこれ挨拶した後に何か一言投げかけるおはよう今日元気そうやなねおかえり今日何かあったん みたいな感じでもう挨拶したらプラス何か一言声をかけるね質問でもいいし何か子供の変化があった部分を見つけて伝えてあげるねそれを、えー、おはよう今日なんか機嫌悪いなとかそのど,っちどちらかというとそのネガティブなことを取り上げなくていいですよいいところをでき,できればね見つけてあげてそれをコメントとして伝えてあげるとかあとはそのなんだろう質問を投げかけるとかねこれアメリカ人ってみんなそうじゃないですか Good morning ね、What's up?How are you? 今日どんな気分とかね、そういうこと言うわけでしょね、そういう風に、えー、Have a good day とか言うわけでしょ素敵な一日を過ごしてね、みたいな感じ。もうそれですよ、それ。バイバーイだけじゃなくて、素敵な一日を過ごしてねとかね、うん、いい一日に過ごしてねとか、まあ、そういうことも含めて、挨拶プラス一言。はい、これ僕必ずやってます。はい、えー、3つ目。 会話の時間を作る、うん、これね、一つ目のスマホを置くと作業しなが、作業をやめるっていうところでもね、ちらっと話したんですけど、そもそもやっぱり忙しい中で会話の時間を作ることが難しいと思うんですよ。だから作るんですよ。うん、だから作るんですよ。気がついたときに隙間時間に、えー、注,意した注意したいことを言う。これはあると思うんですね。隙間時間、気になった。ね、気になったから勉強してるのとか、片付けなさい。気になったときに言う。 気になった時に言うっていうのはもう指示とか命令とか助言なんですね。今も丸八のこと言ってしまったけど、注意になっちゃうわけじゃないですか。ね、会話じゃないですよ、それは、ね。なので、子供と話をする時間っていうことをちゃんと確保する。確保して、例えば夕ご飯の時はご飯、子供とご飯を話すもす。テレビを見ながらではなくご飯、ご、えー、子供とご飯を話すって決めておくとか。ねえー、ご夕ご飯を食べ終わって、えー、7時から7時半まではゆっくり。 何々しながらじゃなくて子供と話をすると決めるとかね、そのいつ子供と話をするのかってその時間をちゃんと確保するということこれがすごく大事だよねそうしないとその隙間時間でとか気づいた時にってなってしまうとどうしてもその注意したり怒ったり指示したりそういうようなあの声がけになってしまう声がけ中心なんですね報告連絡そうなんですよ ね、もうパートナーとはもうそのほうれん草しかやってないという家庭も結構多いって聞いてます、<laughs> 結構そういう相談ねだから実際、こんな楽しいことがあったんだよじゃなくて、えっと、次の日、ゴミの日だから明日ゴミの日だから捨てといてねとかまる、ねえー、買っといたよとかそういう報告、連絡、相談これは会話ではないです,会話ではないです必要ですよ、必要なんだけれども子どもが話をしてくれるこの人と話したいなと思わせるための会話ではないんですよ。 なので、しっかり会話の時間を作るということを、えー、僕は大事にしてます。はい、4つ目。うなずきと相づち。もうこ,っちどこれ、どっちも大事。どっちも大事よね。うんうんうんってうなずく。これ、これ嘘っぽくなったらダメですよ。18でも言うけど、18でもあえて言うけどね、これ、あの嘘っぽく、まあ、オーバーリアクションでっていう人もいます。 いるんだけど、嘘っぽくなりすぎてもあかんねんねな。な。これ難しいな、うん、だから本当の気持ちを僕は1.3倍ぐらいでやってるゼロの気持ちを無理やり作ったらあかんよだけど本当にそう思ってるのをちょっと大げさに言うのはするただそれも無理しすぎると自分が疲れるから,から嘘っぽくなるし疲れるから疲れるけどもう自然体のエネルギーでえそうなんみたいな感じでちょっとオーバーにするのをやるかも うな、ん、ずく。うなずくっていうのは、うんうんうん、ほんでほんでって、それからどうしたみたいな。とかね、うんうんうんってうなずきなら、合図値を打つ。うんうん。そして、そして、え、それからどうなったんよえ、なんでなんでとか質問をちょっと交えながら合図値を打っていく。子供が話したいように、話,、えー、話をね、したくなるように、こう、促していくってことね。うんうんって、あっていうのをね。うなずきと合図で、それを丸ご、アイコンタクトをしながらやる。うん、これ大事やね。アイコンタクトはね、 プレゼントですいいですかこれで覚えてください。アイコンタクトはプレゼント。アイコンタクトはプレゼントなんですよ。相手にプレゼントを渡す。ね、話を聞くということ。聞くということを通じてプレゼントを渡す。渡されると子供は嬉しいわけじゃないですか。ね、なので、しっかりと目を見る。でも目を見るのが苦手っていう子もいるので、その場合は鼻を見るとかね、おでこあたりを見るとかね。まあ、そういうことはちょっと工夫したらいいと思うけれども。ね まあ低学年ぐらいの子やったら、あんまり目を,目を見られるのが嫌って子はあんまりいないと思う。あんまりいないと思う。なので、しっかり僕は目を見てあげて、えー、うんうんってうなずいて相づちを打ってあげると。このうなずき、相づち、アイコンタクト、これ4と5はセットですよね、うん。これはもうすぐできそうですね。うなずきと相づちとアイコンタクトはね、すぐできる方法ね。えー、これは話を伝えるときもそうです。伝えるときも子供に目線を合わせて、えー、これは大事なことだから聞いてほしいの。ねえー、っと僕 大型なんだ。みたいな感じで。大型は大事じゃないけど。<laughs> まあね、まあ例えばこういうことですよ。こういうふうに目線を合わせて、えー、やるということ。で、大事な話をするときは、ちょっと声のトーンを変えるっていうのがいいですね。いつものこんな感じ。おかちこんな感じじゃないですか、声のトーンはね。こんな感じやけど、大事なことを話すときは、ちょっと大事な話がある。聞いてほしいね。っていうふうに声を低くするとか、低くするとか、ちょっとゆっくり話すとか。 そういうふうに声のトーンを変えるだけで、えっ、ー、とあの、伝えたいメッセージが右から左に流れずに、ちゃんと留まってくれます。頭に留まってくれます。ね。なので、まあ、そこら辺は伝え方の、えー、方法ということで、ね、まあ、またそれもやりましょう。子供に伝わる伝え方。これもまた今度やりましょう。今日はね、ど,っち,かどちらかというと、子供が話してくれる会話のコツというところだから、えー、そういう点でね、紹介していきたいと思います。それでは、6つ目。 オウム返し。これよく聞くよね。オウム返しね。えー、バックトラッキングとかも言いますけど、要は子供が言った言葉を、えー、そのまま返していくということね。暑い。暑いんだね。お腹すいた。あ、お腹すいたんや。 ね、カレー食べたいなあカレー食べたいと思ってるんだね。うん。あ順番抜かされてムカつくわ。抜かされたから腹が立ってるんだね。みたいな感じで。子供が言ったことをそのままおうむがいすしをする。ちょっと言い換えてもいいですね。ちょっと言い換えたりしながらおうむがいしをしていく。そうすると、あママ、僕が言いたいことを分かってくれてるんだって、ねあ。伝わってるっていうことをね、あのー、子供を実感しながら話せるわけでしょ。この人に言っても無駄や。とか、この人何を言っても分かってくれへんって思うと、話したいと思わないじゃないですか。 なので、ちゃんと聞いてるよっていうサイン。これはうなずきと相づち、相づち、アイコンタクトと同じ。同じですね。あなたの話に興味があるよ。あなたの話をちゃんと受け取ってますよっていうサインですね。サインでオウム返しをするということでございます。そして7つ目、サマリング。ここが、ね、ちょっと難しいんですよ。 子供が話したことを要約するということ、サマライズするということね、これをね、例えば 3, 3分、5分、ぐわって話した後に、要するにこういうことかなってこれ話すときに、これがね、たま,たまにずれてしまうことがあるんですね、えー、そういうことじゃないとかあるんですよ、でもそれでもいいんです、それでもいいんです、それでもそ,れそ,れそうなったときに、えー、それじゃないってなったら、子供はより分かりやすく伝える責任を伴う、責任が子供に行くわけでしょ。 となったときに、それを言語化するプロセスの中で子供は頭が整理されるんですよ。つまり、えー、感情も、感情もすっと落ち着いてくるんですね。なので、間違えてもいいから、ああ、なるほど、こうこうこうでこんなことがあったから、あなたは腹が立ってるんだね、みたいな形を、ちょっとようやく、ちょっと積極的にトライしてみてください。最初は難しいかもしれない。短い文章だったら簡単やね。えー、ね、あのー、今日ね、えー、なんだろうな、あのー、例えばね、なんだろう、あのー、え笛、ー。 笛のね、コンテストがあって、僕の方が上手かったのに、僕よりもたけしの方が上手いっていう風に先生が言って、僕のこと全然褒めてくれへんかったっていう風に言ってた。ね、あ、そうなんだね。笛ね、笛のパフォーマンスう、ま、うまくできたって自分では思ってるのに、先生に褒めてもらえなくてちょっと悔しいのかなみたいな感じで。サマライズ、もしくは確認をしていくとかね、こういうことかなって。 で確認をするとう、あ、そうやったら、そうそうって言ってくれるし、違うかったら、ああ、違うって言って、本当にもっと、本心をさらに伝えてくれるわけでしょ。でなので、このサマリングは、合ってても、外しても、どっちでもええってことです。どっちでもいい。なので、積極的にトライしてください。こういうことをこうこうこうだから、こんな気持ちになってるのかなそうかなみたいな感じで、えー、トライしてみてくださいということです。 はい、それでは8つ目ですね先ほどにもちらっとお伝えしましたけど指示命令助言を避けるちょっとかいなちょっとまあかあいます、まあ、10月25日ですよかわいますねさっきねかあ見たんですよあの目の前ですっとこう横切ってで今ね足の 足のところ3箇所ぐらい刺されてるんですけど、悔しいな、これもう。離れられないじゃないですか、今これマイクのそばからね。ずっと刺され続けるんでしょうかね、これから、この1時間。まあ、いや、頑張るよ。はい。えー、8つ目。指示、命令、助言を避けるということね。これ、そうよね。そうよね。〇〇しなさいってね。えー、ちゃんとしなさいそれ違うよ あ、えー、もっと早くしなさいとか、えー、こうしたらいいんじゃないみたいなことを逐一言われると面倒くさいじゃないですか。話したくないってなりません。そういう友達とか、そういう上司、もちろんこちらが尊敬している方であって、こちらから積極的にご意見を仰ぎたいと。 教えてほしいっていうスタンスでね、スクールとか通ってたりね、そういうグループに入ってるんやったら、もちろん積極的に教えてほしいから、ありがたいじゃないですか、そういうご意見はね。ただただ、頼んでもないのにアドバイスをしてくるであったり、指示したり、そうじゃない、こっちとか言われると、もう話したくないってなるじゃないですか。ね、なので、それって子供も一緒なんですよ。子供も一緒、僕たちもそうじゃないですか。ってことは子供も同じなんですよ。ねえー、宿題やったの勉強したの片付きしなさい。何度言ったらわかるのそうじゃないよ、こうだよ。 ね、こうやった方がうまくいくよとこうやったら失敗するよとか、ねえー、左のドリブルももっとついたらとかね、えー、なんで朝早く起きないのみたいな感じでいちいち言われるともうめんどくさくてもう話したくないなんか話してもどうせ叱られるんやろうなと思うともう話したくないってなっちゃうわけでしょなので指示とか命令とか助言はできるだけ避けた方がいいし、えー、求められたときにアドバイスをする 原則そこですね、求められた時にアドバイスをする、分かるんですよ、子供困るんじゃないか、失敗するんじゃないか、ね、いいパフォーマンス出せないんじゃないか、気になる気持ちは分かります、でもそれは体験の中で学ばせた方がいいんですよ。 失敗するという経験を奪わない方が生きる力、自分で考えたり、ね、考えたことから自分で作戦を練って行動する力であったり、自分が自ら主体的に自分の人生に責任を持って、えー、生きていく力であったり、そういう自分軸自が育っていくんですよ、ね。なので、頼まれたらアドバイスしていい。でも頼まれてないのに、アドバイスはできる限り少ない方がいいんじゃないかなって、僕は思ってます。はい、9つ目、9個目ですね。 5wh で質問ということで、えー、っとね、とにかく質問しようねってことなんだけども、質問するにしてもどう質問したらいいかわからないってこともあるでしょ。そういう時に便利なのは 5wh です。これちょっとね、あの、ググりましょう。ググしょう <laughs> いつも何かが抜けるんですよ、5wh って言ったときね。はい、5wh とあった。便利だなぁ、g グルさん。when? いつ ?where? どこで Who 誰が ?what? 何を ?why? なぜ ハウどのようにハウマッチいくらでとか、ハウメにどれくらいとか、そういうことです。そういうことです。これ 5W2H ですね。いついつあったの,、えっと、あの例えばね、どうしようかな。じゃあ子供が泣いてる。もう、たけしムカつくって言った。たけしがムカつくって言ってね、まず。あたけしくんムカつくんだねって。え、それ,それって何があったのもう、まあ、終わってね。何があったのうん。だって鬼ごっこしてるときに、あいつズルした。ズルしたんだね。たけしくんがズルしたんだね。えどど ええっと、なんでずるしたんだろうねってあいつなんか好きな女の子にか,、ね、かっこいいと思われたいからいいとこ見せたいから、ね、あのずるしやがって,って,ってあず,ずるし,やしたんだよって,ってあそうなんだどのようにずるしたのってハウですね,っね、あのー、なんか休憩時間あ休憩してるときまだスタートって言ってないときにタッチしてきたんだよなるほどなそれどこであったんって運動場でっていつやったの昼休憩のときだよって えどれくらい3人ぐらい 3, 3回ぐらい同じことしたんだよだからムカつくんだよみたいな感じで,でこういうふうに子供から、ね、子供に質問して最後はサマライズです今の話ようやくできますあなるほどなるほどあなたはね昼休憩の時にみんなで鬼ごっこをしていた時ねたけし君にズルをされてでそのズルをされたことが腹が立っているんだね。 で、そのズルっていうのは、なんだろうな、女の子の前でカッコつけたれみたいな感じでね、えー、まだスタートって言ってないのに、えー、タッチをしてきた。それを僕だけじゃなくて、他の人3人ぐらいにやってきた。それが腹が立ってるんだね。そうそうってなるわけでしょ。で、この 5W2H で質問しながら、えー、そういう感じでね、えー、子供にそうそうって言わせるようなサマリングをしていく。今、9と7、合わせ技ですね。ここら辺をね、ぜひちょっとやってみてくださいということです。 ただ、質問はしない。しない。ねこれ難しいね。10ですよね。質問をしない。質問っていうのは、え、どこでえ、何をえ、誰を誰がみたいな感じであの、子供が別に話したくない。これがね、あのー、17にもつながってくるんだけど、親が聞きたいこと、親が知りたいことだけを質問しようってなると、こう、質問口調になっちゃうんですね。 うん、親が知りたいことを聞こうとなるとねで。子供は興味がないこと。子供が興味があることだったら、質問されたら嬉しいんですよ。でも、興味がないことをひたすら聞かれると、なんか責められるんじゃないか、怒られるんじゃないか。犯、ね、犯人犯人 扱いいいされるんじじゃななかみたいな感じで、ね、嘘をついてしまったりもう話したくないってなっちゃうわけなんですよ。ここ難しいよね。で、質問しないっていうのはその質問を投げかけた時に子供の反応でわかりますよね。子供が面倒くさそうにしてるとか話したくなさそうにしてるんだったらもうそこはそれ以上はいかなくてもいいと思うんですね。 うそれ以上いかなくて、もうそれ以上話したくないってサインを出してるわけじゃないですか。なのに、親が聞きたいから、えー、え、それからどうなったんよみたいな感じで聞いていくとね、もう質問口調になってるわけ。え、質問になってしまいますよね。それは会話ではありませんっていうこと。もちろんもちろん、何かトラブルを起こしたり、問題が起きたときには、状況を把握するためにね、しっかりと質問しないといけない。それはあるよ。でもこれは日常会話の場面の話です。 日常会話の場合で、ね、子供はもうめんどくさそうにしてるのに、あれこれ聞かれるともうしんどい。もう話したくないってなっちゃうから、えー、そこはちょっと要注意ということです。Q は大事。5W2H 質問を投げかけるっていうのは大事ね。興味を持ってあげるのは大事だけど、あの質問を投げたときにもうめんどくさそうにしてたり、もう話したくなさそうにしてたり、まあ最初に言ったら別にとか、普通とか、忘れたとか、うん、もうわからんみたいな感じやったらね、もうそれ以上は聞かない。 違う話題にするはい 11: あなたが心配なのよは禁止。かい、かいよ。ねえ、もう蚊だけはもう本当に許せないんですよ、ほんまに。何だろう、ねえ。かいじゃないですか、しばらくずっと。あととかつくし、おでことかぷっくり腫れるでしょ。もう許せないんですよ、ほんまに。はい。うのは やめた方がいいよねっていうことね。これはやっぱ不安を与える行為やから。不安を与える行為、恐れを抱かせる行為でしょうん。あなたが心配なのよ。将来困らないように言ってるのよって言って。不安になるわけじゃないですか。子供は困ってないから言うんですね。困ってないことを困らせようとしてるんですね。声掛けによって。そうすることでやっぱ不安になる。不安定になるよね。不安定になった状態で楽しい会話はできない。ね、楽しい会話はできない。この人と話したいって思わない。ね、心配されると。 そうですよねもちろん心配な気持ちはわかるんですよ。わかるんだけれども、それあなたが心配、あなたが心配で投げかけすぎると、もう子供はもう話したくなくなるということ。心配ではなく、信頼する。ねえ、これ、前の回でも話しましたけど、えー、任せるっていうことも大事だよね。任されることで、えー、僕のことを信頼してくれたっていう気持ちになり、気持ちになるからこそ、自分のことを肯定できる。自己肯定感も高まっていくよね。あなたが心配なのは、現金です。はい。 12個目、最後まで聞く。うーん、これ難しいね。遮らないってことね。話を途中でね。これ難しい。なぜなら話を聞いてるときに、なんか、あーまっ なん,かなんか同じ話何回も聞かされるのも嫌やし、話の内容自体もなんか全然興味のない話やったりとか、逆に、え〇〇ちゃんがこんなことやってきたって言った時に、いや、あなたの、その、あのなんだ、そのあなたの、なんだろうな、言葉遣いが相手の怒らせたのよと言いたくなったりとかするわけでしょ。で、そういうのが湧いてきた時に、えもう途中で、いやいや、それは、そのあなたの言い方が悪かったんじゃないとか言っちゃうんですよ。言っちゃうんですよ、ダメやと思ってるけど。これがね、 ダメですよ。ダメですよ。すみません。ダメなんですよ。あの、最後まで聞きましょう。話を遮らない。で、遮りたくなったら、一言,言、一声かける。あ,あ、ここで一言言っていいとか。あ、感じたことあったんだけど、一言言っていいかなとか。何か一つ枕言葉を挟んでください。ね。それでいいよって言ってたら、まだ OK。だけど、極力、子供が話してるときは、最後まで聞く。うん、最後まで聞く。これ難しいね。遮らない。途中で遮らない。最後まで聞く。 はい、13、まず共感、えー。日常会話の話です。何か問題が多くてトラブルの時はね、もっとこうした方がいい、あした方がいいっていろんなアドバイスを言うこともあります。問題解決のステージになった時にはね、こうした方がいいんじゃないか、あした方がいいんじゃないか、提案することもあるけど、えー、一番日常会話では提案ではなくて共感です。とにかく共感。意見が違うなと思ってても、まずは共感。あ、そういうふうに思ってるのねって。 まずは共感する、ねいや。違うよ、違うよっていきなり言うんじゃなくて、まずは共感する。ね、もちろん仲が良くなって、ある程度信頼関係ができてたら、いじるつもりでね、いやそうじゃない、そうじゃないみたいなことを言うたりとか、えー、あえて、ね、反論するようなことをします、するんだけど、その信頼関係ができる前の話です。今はね、子供が話をしてくれないっていう状態から、どうやって話をしてくれるのかっていう、そこの話をしているので、その場合はまずは共感。まずはイエスです。 気持ちに共感する全然ね意見が合わなくても全然自分とは違うことを言ってたとしてもねカレーライスまずいって言ってるもう僕,僕大好きなんですよカレーライスをまずいっていう人がいることが信じられないんですよ正直毎日食べれますカレーをねで,でもあでもいやカレーうまいやんけっていきなり言うんじゃなくてあカレー嫌いなんやなーっていうねまずは共感まずは共感です まず共感。提案じゃない。否定じゃない。反論じゃない。まずは共感です。はい。14。ジャッジしない。ねえ、別にねあの、日常会話で勝ち負けはないんですよ。マウントを取り合わないってことですよ。俺がすごいあなたがすごいじゃないですよ。どっちが優れてる、どっちが劣ってるんじゃなくて、どちらも楽しくする、楽しくなるのがゴールなんですよ、ね。どちらも楽しく過ごすのがゴールなんですよ。関係を良くするのが会話のゴールなんですね。日常会話で言えばね。 対話となればまた別ですよ。会話の話です、今日は。ね、対話となれば、私たちが納得するゴールを見つける。だったら、私たちが納得するルールを見つけるというのが、もしかしたら一つのゴールかもしれないけど、会話っていうのは、えー、一緒に過ごしているこの時間を楽しむということが、まあ、ゴールですよね。ゴールですよね。そうなった時に、あなたの意見は間違ってるって、裁判官にならない。裁判官と話したくないんですよ、誰も。 そうでしょ <laughs> あのくつろいでいるときに裁判官と話したくないんですよ。合ってるとか間違ってるとか言われたくないんですよ。ね、なので、ジャッジをしない。ジャッジをしないということがすごい大事だかなと思います。判定しない。点数をつけない。人と比べないということもここに入れ,て入,れて入,れて入れてしまいましょうか。ね、人と比べずに、誰々さん,々さんのご飯よりおいしかったとかいうことあるでしょ。あれってね、微妙なんですよ、正直。 おばあちゃんのカレーよりおいしいって言われて、まあ、褒めてるつもりなんですけど、ちょっと微妙なんですね。いつも比べられてるんじゃないかと思うわけじゃないですか。<laughs> ね、なので、まあ、そういうようなコメントを控えていくということ。ジャッジしないえ。点数つけない。人と比べない。これが14個目です。そして15個目。これね、親も子も楽になる。緩める子育てでも紹介してるけど、グッドニューということで、これもね、あのー、3の会話の時間を作るということとね、まあ、ほぼ、あのー、会話の時間を作って、 で上で上やるここととってことでね一つ紹介するのが、あのー、今日あった楽しかったことであったり、良かったことであったり、新しい発見っていうのを共有するっていうコーナーを作るんですよ。じゃあ、グッドニューをやろうかみたいな感じで、今日なんか楽しいこととか、新しい発見あったかみたいな感じで、みんなで共有していく。 ね、うちのクラスも一番最初に毎回やってます。マイクを持ってね、えー、今日はカブトムシと一緒に遊んだあカブトムシと遊んだカブトムシと遊んだ人手を挙げてみたいな感じで、あのーみんな、みんなにも話を回しながらね、えー、振りながら、えー、その日あった楽しかったこととか、新しい発見を共有するということ、まあ、これを通じてね、なんか今日楽しいことないかなってね、えー、一日学校生活を過ごしていく中でね、楽しいことを見つけるね能力がぐんと上がるんですよ。あ楽しいことあった 今日これ、あの夜のグッドアンドニューで伝えようみたいな感じでね、そういうふうなセンサー、アンテナがね、あのー、子供の心に立つので,で、アンテナが立ったら、その情報を集めたがるんですよ、人間は、ね。よくあるわけじゃないですか。じゃあ来週ハワイ旅行行くって決まったときにね、それまで全然興味なかったけど、学校から家までにあったハワイのね、ハワイのなんかア,メリアメリカ社の、なんだろう、アメ社の情報が入ってくるとか、ハワイの情報が入ってくるとかあるわけでしょ。テレビ番組見てても、ハワイの情報ばっか入ってくるって。 ね、それはアンテナが立ってるからなんですよ。ね、これラス効果って言われてるんですけど脳みそでねこういう情報を集めるって意識した瞬間その情報が集まってくるんですよ。ね、集まってくるんですよ。だからグッドニューをするって決めていて、えー、良いことと楽しいこと新しい発見を見つけるっていうアンテナが立てばそれを見つけながら探しながら学校生活を過ごす学校の授業を受けるということだから学びの効率もいいしグッドニューによって自分が考えていること学んでいることをアウトプットする場にもなるんだよ。 はいなので、これ、グッドニュー。ぜひ、あの1日5分でもいい、えー、習い事の送迎のね、車の時間とかでもいいので、ぜひ、ちょっとやってみてください。で、次がね、ちょっと難しいんですよ。だけど、おかち、やりまくってるやつですね。16、ボケツッコミ。これね、難しいんだけど、これができたらね、めっちゃ話したくなると思う。うんあのまずは ツッコミを入れるっていうところでいいんじゃないかな。ツッコミを入れるねうん、まあ。ツッコミなんかな、ボケなんかな、ちょっとわかんないけど、僕、僕の、あ、ボケやな。ボケかな。ツッコミなんかな、ちょっとわかんないけど、僕の鉄板のねあの、自己紹介があって、僕、おかっちって言うんだよ。おかっちだよ。お菓子じゃないで。っていうねお菓子じゃない。<laughs> これ、ボケですかこれ、ツッコミですかこれ、なんかわからないけど。って言ったら、クスって笑うんですよ。クスって笑って、ちょっとノリのいい子なら、 おかしいって言ってくれるんですよ。いや、おかしちゃうって言うたやんって言って。おかしって言ったらあかんって言ったやんって言ったら、横の弟もおかしいって言うんですよ。で、家族みんなでなんか盛り上がるんですねあ。初めての体験の時ですもしょ。初対面ですよ。初対面でそういう和やかな雰囲気になると、最初クラスってやりやすいじゃないですか。ね。えー、これボケですかツッコミですかこれわからないけど、おかしじゃないで。おかしって言ったらあかんでって振りですよね。振りやな。ボケとツッコミどちらにもある。ふり。ふり。やったらあかんでって言ったらやるでしょ。 やったらあかんでって言って、やったら突っ込むってこと。うん、これ。振り、振りを与えて突っ込むってことね。これ、振りっていうのは結構ええかも。え、これ、そこにある帽子かぶったらあかんで、帽子かぶったらあかんで、かぶったーみたいな感じ。いや、帽子取らんとっていう子、取ったらあかんて、絶対取ったらあかんでって言って、帽子と取られたらと、取ったらあかん言うたやんみたいな感じ。振りを与えるんですよ。振りを与えたらボケるんですよ、子供は。ボケる。ボケる,ボケると突っ込む。となると、子供は嬉しいじゃないですか。 ね、僕の動き、行動に反応してもらったってなる。だから、ますますやるんですよ。だから、ますますやるから、忙しい時にね、や,やられると、ちょっとイラッとしますよ。イラッとしますけど、今日は子供が自分から話してくれる会話のことだから、ボケるってことは、もうすごい安心してる状態なんですね。ボケるって勇気がいることじゃないですか。ね、じゃあ、ボケてくださいって言われても、勇気いるでしょ。僕、も勇気いるんですよ。それをできるってことは、ものすごく安心感が、ね、ある関係性っていうことなので、 ボケさせるボケさせたら、ボケたらすぐにすかさず突っ込む、うん。で、やったり、こっちからボケることもあるよね。その,その T シャツかわいいな、これ、これ何かなーって、プーさんの T シャツなんですよ。そのか何かなあ、これ豚かなって言ったいや、豚ちゃうって言うんですよ。 豚ちゃうって言うんですよ。<laughs> 3歳児がね。あ、ブちゃうごめん、ごめん、ごめん。蝶々か。いや、全然ちゃうやんって、みたいな感じでね。まあ、そういうふうに、まあ、あの、まあ、嫌がらないように、ね、不快にならない程度に、えー、ボケていくということ。ね。まあ、分かりやすいってことは、振り、振りを与えて突っ込むってのが分かりやすいよね。何々したらあかんで。これだったらすぐできそうじゃん〇〇したらあかん絶対あかんでって言ったらやるじゃないですか。 この線越えたらあかんで、ね、絶対越えたら、いやあの、ほんまに越えたらあかんときはあかんで、ね、そこ難しいよな。だからルールで、この線越えたら本当に危ないから越えたらあかんでっていうときと、ね、あの、これ振りで越、ね、越えたらあかんで、越えたらあかんでって、この振り。これをね、ちょっと難しいよね。これは、ボケじゃな、なちょっと声のトーンを変えるとかね。いや、これちょっと本当のルールやから、真面目にちょっと言ってます、みたいな感じで言って、ここの線越えたら〇〇だから危ないから越えんといてな。 で、ボケのときは、この線越えたらあから、ね、この線越えたらあかん、ね、えたら、この線越えたら大変なことなんかやめといてよ、みたいな感じで言って、えー、ボケたら、越えたらあかん言うたやん、みたいな感じで突っ込むということ。はい。えー、ぜひやってみてください。まるまるやったらあかんでっていう振りを与えて、えー、それに対して、あかんって言うたやん、っていう。はい。これ、これなんかできそうですね。はい、17。 子供が話したいことを聞く。ねこれ、最初の方にも話しましたけど、親が聞きたいことを聞くんじゃない。子供が話したいことを聞く、だから話してくれるんですよ。ゲームのことでも、本人が好きな、あわあやとりのことでも、ね、ダンゴムシのことでも、アリンコのことでも何でもいいじゃないですか。最近おかち興味持ってること、クマさんですよ。クマさん。 さんと人間どうやって、えー、この世界で共存できるのかっていうことをずっと考えてる共存するのは難しいから、えー、住み分けするっていうのがいいんだろうなと。 人間世界には人間世界があり、クマの世界もしっかり尊重するとで、そういうところには立ち入らないようにするということ、ただクマさん、餌がなくなったら人間世界に降りてくるから、そこら辺大変だよね、で、おかち登山するから、クマさんの世界に踏み込むこともあるからね、そういうときどうしたらいいんだろうって、もうそういうことを徹底的に調べてるんですよ、この話おかち2時間ぐらいできる。 うん、この話をあなたが聞いてくれるんやったらお価値もあなたのファンになりますあなたの頃好きになりますよそういうふうにね自分が今も最も興味のあること自分の中のホットな話題を、えー、話を聞いてくれるとやっぱ嬉しいですよねなので、えー、子供が話してくれること、えー、子供がね話したいことを聞くということ これすごい大事だよね。だから子供が何を話したいから何を興味を持っているのかなっていうふうに日頃から観察しておくことが大事だよね。学校で何があったっていうのは、ね、何があったっていうのはもしかしたら話したいことかどうかわからんよね。でもね、その日、今日スイミング楽しみっていう話をしていて、あ、今日のスイミングどうだったって言ったら、もしかしたら、ねあのあ、実は今日新しいスイミングって平泳ぎっていうの習って、これやるとなんか変えるみたいで面白いねみたいなことでね、話してくれるかもしれない。 か子供が何に興味を持って、何に関心を示しているのかっていうのを観察する。観察した,観察した上でね、えー、その興味を持っていることを聞いてあげるということ。これすごく大事ですね。そうするとね、何もテクニック使わんでも勝手に話してくれるから、いろんなことね。はい、そして18個目。嘘っぽくならない。うーん、これね、大事だよね。えー、これはね、頑張り屋さんのお母さんほどなりやすい。 んんりりさんの親とかね、教育者ほどなりやすいんですいでよ。子供のために子供のためにあれやらなあかん、これやらなあかんってここで紹介する20個を真面目にやってしまうっていう方ですね。そうなると自分の心が置いてけぼりになるわけじゃないですか。なので、もしかしたらこれはすごく大事なこと、もしかしたら一番大事なことなんじゃないかなと。あの嘘をつかないということですよあの。本当の自分を出していく。ね、裏表ない自分を出していくということ。話を聞くときも、話をするときもそう。 えんかこう脳面面でねニコ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 ってして何考えてるかわからなくどニコニコってしておいてあそうなのみたいな感じでね本当にニコニコしてる気持ちやったらいいよいいんやけどニコニコしなければいけないってことでニコニコするということを演じているそれはね伝わるんですよ。 でそれが伝わったら子どもどうするかというと思ってることと言ってることちゃうやんってなって、えー、不信感を持つんですね不信感を持ったら心が不安になって怒られるかもしれない,しれないと思って言わなくなるんですよ、ね、なので本当に自分が思ってること本当に自分が感じてることを伝える ということでリアクションもそうです。本当に自分が思っている風な形で、えー、リアクションを取るということ、ね、さっき1.2倍って話もしましたけどね、えー、嘘っぽくならないということすごく大事なんじゃないかなと、えー、1.2倍というのはリアクションね、うなずきと相づちこう、うんうんってちょっと大きめにリアクション取るのもええんちゃうって言ったけど、う嘘っぽくならない程度でやるってことですよね。はい、19個目、鏡を見ながら歯を磨く。 残っっっちゃって思った。<laughs> 鏡をを見なながら歯を磨く。<laughs> なんでこれで子供が話をしてくれるねってことだけどこれは要は自分はどんな表情をして、えー、人の前にいるのかっていうことをしっかり理解するってことが大事なんですね表情に気を配るってことです、ね、これオンラインで授業やってるとねすごくね分かりやすいと思うんですよで僕オンラインで、ね、授業やってるときに、えー、皆さん自分の顔を見ながら僕の話聞いてくださいねって言うんですよ そうすると、自分がどんな顔をして子どもの話を聞いているのかっていうのが分かるんですよあ。こんな顔してたんだ、不機嫌そうだな、疲れてるなとかね、そういうのが分かるんですよ。なので、ねえー、こ,こ,がここの顔が疲れてるとか、不機嫌そうに、ね、話を聞いてると、やっぱり子どももう話したくないってなってしまうわけじゃないですか。で無理して話を聞けって言ってるわけじゃないですこの鏡を見ながら歯を磨くっていうのは、自分の表情を見て、今、自分がどういう状態なのかを観察するということも含まれているんですよ。 あのあ自分ちょっっと疲れてててるるやんん無理してるんかなって鏡を見た顔がちょっと疲れていたり、えー、なんかやつれてるああこれちょっと自分も限界だなって思えばあ今日話を聞くの無理だなってこういうふうなことになるし元気なのにあなんかちょっとムスッとしてるなってなればあこういうふうに あちょっとこうあ、眉尻を上げてみようかとかね、眉をペコペコ上げてみようかとか、なんか口角上げてみようかってあ、この表情だったら良さそうになるなみたいな感じでね、自分の表情を確認する、チェックする、自分の状態を確認するっていう意味でもね、この歯を、鏡を見ながら歯を磨くっていうのが大事です。ずっと自分の表情を見ることで少ないと思うんですよ。あえて表情をチェックするためにね、えー、時間を作るのは難しいので、 歯を磨くとき、まあ、そのときは鏡を見るじゃないですか。もちろんリビングで、ね、歯を磨く方もいるけど、まあ、ちょっとね、えー、やってください。鏡を見ながら歯を磨くってことで、ちょっとやってみてください。はい。それでは、それでは最後ですね。あっという間でしたね。えー、これです。非日常を一緒に体験する。これですよね。あのー、日常生活、もういつもの家。 家とかリビングとかね、いつもやってること、まあ、学校も毎日行ってることじゃないですか。その中ではね、なんかね、変化があんまりないので、なので見えてる景色変わんないじゃないですか、家とか。そう毎日のように家具が変わるってやりますないわけじゃないですか。ってなった時に、あに、のー、話したいことがないんですよ。いつもと同じなんですよ。いつもと同じ。マクドマクドとかね、行った。マクド行ったね。マクド行ったって、毎日、例えばマクド行ってるじゃないですか。行ってたとしてね、マクドが美味しいっていう情報って、別に今更言わなくてもいいんですよ。 新しい情報でもないし、マクドが美味しいってことはみんな知ってるんですよ。ね、なので、あえて自分から話したいと思わない。なので、大事なことっていうのは、日常からちょっと離れるってこと。それを一緒に体験するってことです。例えば、えー、送迎するときの帰り道を、いつもと違う道で帰ってみるとかね、いつもとは違うスーパーに行ってみるとか。 そそういうういことすぐできそうできしょでお話をするときもちょっとね公園で話をしようかって言って公園で話をするとかねなんかちょっといつもと違うことをやってみる。 というこ,とここら辺はすぐできそうですねで。もっと言えば、休みの日にちょっと自然体験をしてみる。ハイキングとかするとかね、僕はもうめちゃくちゃハイキングがおすすめです。安全な、ね、道を選んでね、いっぱいあります。塗装された、ね、ハイキング道とかもあるので、そういうところでね、一緒に歩きながら虫取りをしたりとか、えー、カバーでチャプチャプしたりとかしながらね、日常では体験しない、日常にはない世界の中で子どもと一緒に楽しいを共有する、心が動くような体験をするということ。やっぱ自然の中ではね、あの見たことない世界があるから。 ね、見たことない世界に触れると心は動くんです心が動くと話したくなるんですよ自分が体験したことを共有したくなるんですそうすれば子供は話してくれますよね近くにいるのが親しかいなかったらそうですよねそうだからななんだろうななどうやったら話してくれるんだろうって無理やり引き出そうとするんじゃなくて話したくなる場に連れていくってことですよ、ねえー、いつもと違うことをやってみるってこと非、うん、日,日常を一緒に体験する で自分もどう思ったのかもちゃんと伝える。そうやって感情,感情であったり気持ちであったり考えを伝え合うことで、えー、少しずつ絆は深くなってくる。お互いが安心できる関係になってくる。お互いの,お互いのことを理解し合えて、えー、安心できるようになってくると悩んでること、辛いことで、学校でのトラブルとかがあっても親に相談してくれるんじゃないでしょうか。はい。じゃあここからはまとめです。今日は別に普通、忘れた。 子どもと会話が続かない信頼関係を高める会話術ということで、まあ、子どもが話してくれる会話のコツを20個紹介させていただきました、ねあのー、スマホを置く、まあ、作業をやめるってことであったり挨拶した後に一言を言うとかうなずき、相づち、アイコンタクトしながらオウム返しをして最後に要約するこうこうこうだったんってこれ外しても OK 外しても大丈夫よ。 ねえー、外してもけて子供にそうそうって言ってもらえたらええー、よねそうそうっていうのはねあお母さん僕のこと分かってくれたパパ僕のことに興味持っている話最後まで聞いてくれたっていうサインなんでね、えー、で指示命令助言を避ける 5W2H 質問するけど質問はしない、ね、質問しながらもう興味が失せてるような反応があればもうやめる、ね、あなたが心配なのはやめて、えー、助言ではなく共感するジャッジしないね ボケツっコみこれねおかちおすすめなんですけどねまるまるやったらあかんでやったらあかんって言うたやんこれやってみてくださいで,で、まあ、子供が話したいことを聞く本当に思ってることを伝えるで自分の表情を観察しながら子供も、えー、の心が動くような、ね、体験をするということ。 はい何か1つでもね、えー、実践していただけたら幸いです。で、おかっちのねこの、えー、緩める子育てラジオ、これはね、えー、1回、2回、3回聞いていくとね、なんかすーっとね、おかっちの考えであったり、あこういう生き方、こういう関わり方もあるんだっていうのが入ってくると思います。で皆さんの頭の頭中にねねこうはぴょっくりおおががここうう いるような感じになると思います。そういう方います。あおかっちやったらこうするやろうなとか、おかっちやったらああするやろうなって、もうそれがね、いいんですよ。それがいい。<laughs> うるさいですよ。うるさいんだけど、要は、ゆるめる子育てっていうのは、自分の中でこうしなければいけない。自分の中の確信を疑うことなんですよ。たった一つの手法。 ね、こうしないといけないということ、中学受験させないといけないとか、えー、完璧な親にならないといけない、そういうところにとらわれてしまうと、親はしんどくなるし、子供も縛られて、本来の力が発揮できない、うん、だから、だから、自分はこうしなければいけないと思ってるけど、あ,あこういうやり方もあるんだよねっていうことが、すっと入ってきたら、緩むんですよ。 緩むんですなので、1回、2回、3回、ぜひ聞いてみてください。で、えー、参考になれば、いいねボタン、これ押してよ。高評価ボタン、ぜひよろしく。ね子供が話してくれる会話のコツで、こんな方法があるよっていうのがあれば、ぜひコメント欄もお待ちしてるからね。で、この番組では、子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。えー、明日も聞いてもいいかなと思っていただいた方は、今すぐチャンネル登録ボタン、ポチッと押してください。 そして、そして、あと2点ぐらい案内があります。で、まず1つは、ゆるめる子育ての本ね。これどう皆さん、買ってくれたかな大丈夫かなあの、親も子も楽になる、ゆるめる子育て。自分の中にある、見えない鎖をゆるめる本です。なんかわからんけど、しんどい。疲れた。とかね。えー、子供と一緒にいる時間が楽しめない。ね、そういう方がもし読んでいただいたら、それは頑張りすぎなんですよ。 その頑張りすぎ、頑張りすぎなのを少し緩める、あれしなあかん、これしなあかんで、足し算ではなく、引き算の子育て。 緩めることで親も子も楽になります。それを52個、具体的な方法を解説していますので、親も子も楽になる、緩める子育て、概要欄からチェックしてみてください。あと、公式 LINE もやってるよ。公式 LINE はね、えー、有料講義でやってる26本の動画を無料でプレゼントしてるから、ぜひ、ぜひ、概要欄からチェックしてみてください。あと、ボイシーでね、毎日ラジオ放送もやってます。おすすめの放送も概要欄にあるから、そちらも合わせてチェックして、一番最後のお知らせ、長いな。長いな、すいません。 ななんかいいなでも、許してください。はい。ということで、ということで、大、え、体、ー、いい1時間ぐらいになったんかな ?1 時間60分かな ?60 分かなどっちも同じやねあの。お付き合いいただきましてありがとうございます。えー、今日はこんな感じですね。I am a star, you are a star。自ら輝けば世界はギラギラと輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。今日ももう一本撮ろうかな 毎日日本撮りですよ。もう楽しくて楽しくて、このラジオ、えー。よかったらなんかね、お気軽にコメント残してください。励みになります。